久保さん、間密造でいきましょうかあの時のあの苦しみもあの時のあの悲しみもみんなヒロになったんだな自分が自分になるための自分が自分になるためのとまあ僕これはね、まあ、僕が今の僕になった理由っていうのはいろんな経験をしてきて今になってるんですよでもあの時 辛い経験なかったら今本当ないなっていうのは身にしみてわかりますね。久保さんもいろんなマージャン店でもいろんな経験してきて、だからその苦しみを共有できるというか、久保さんも一つリンクするところが、従業員に対しての苦悩ですよね、苦しみ。<laughs> 従業員に対しての苦しみはね、共感しかないですよね、久保さんと。そこは結構リンクすると思うんですよ。<laughs> なんか久保さんはもう最終的に給料を上げるから来なくていいよみたいなね, <laughs> ね。<laughs> 給料を上げるから来なくていいよみたいなね <laughs>。なんか、そういうふうに言ったこともあるらしいですけどね。いや、大変ですよね。本当に。でも、そういう苦しみがあるから今の自分っていうのが、僕は今あの自分っていうのを確立できてる。 もう絶対人を雇わない人を人に頼らないというか自分で生きていくみたいなその確固たるその大きな指針ができたのはその苦しみなんですよでもこれが僕にとっては合ってるし、えー、僕の中の答えまあね人によってはね人とチームでやっていく人を雇った方がいいっていう人もいるかもしれないですけど僕はもう誰にもおし支配されない 要は、なんすかね。まあ、これはもう雇ったことがあって、そういう苦しみを体験した人じゃないと分かんないと思うんですけど、基本的に経営者が、基本的に経営者が社員を支配してると思われてるじゃないですか。多分。使われてる。し経営者に使われてる。どうすか。会社に古き使われてる。まあ、そんな感じですよね。経営者、会社が従業員を支配している。っていうようなあのものの見方が一般的だと思うんですけど、実はね。 実は深い話をすると従業員に支配されてるんですよ。会社っていうのは。<laughs> どうですかねまあ実際にたまにニュースであると思うんですけどストライキですよね。従業員がストライキして全員働,くな働かなくなったらその会社やばいですよ。どうですかつまり、つまりね、経営権は会社にあるんだけども決定権もあるんだけどもただし もし従業員がストライキを起こして全員が働かなくなったら経営もクソもないんですよ。何も回らなくなるんですよ。何も流通できなくなるんですよ。つまり、本質は従業員が支配してるんですよね。まあこれはものの見方ですけどね。ただ決定権は経営者にあるんで、あのー、 まあそこでなんでその力の分配が出てるのかっていうとあのまあ給料ねも,もらうもらわないっていう話のその力の差,差が出ていてなんでまあどちらかというとその首切られるとかねそ,れでそ,うそういうふうになるのはまあその,そのポジショニングがそういうポジショニングだからですね単純に。でもねでもこれもそうなんですけどあの,あのじゃあねあの なんで A 君を首切るんだと A。A 君を首切るんだったらみんな辞めますみたいな。従業員全部辞めます。なんで A 君切るんですか首切りするんですか全員辞めますと。A 君は会社、会社にとって、ね、A 君は必要じゃないかもしれないけど、僕たちにとって A 君は必要なんですってなって、もし A 君を首切るんだったら僕たち全員辞めます。ってなったら、多分、あの、や、あの、首切れないです。<laughs> どうすか 多分首切れないですよね。だって明日からどうやって営業するのって回すのって話で全員いなくなるんですよ。だからまあその交渉の手札もね、どういうふうに使うかによって、あのどっちが上かっていうのになってきたりします。面白いんですけど <laughs>、うん。まああの、苦しみを肥料にできる人と苦しみを肥料じゃなくて苦しみを何すかねうん、愚痴にするのかっていう。 苦しみを愚痴にして終わらすのか肥料にするのかこの違いが人生の差じゃないですか言ってらっしゃい